あ、すみません。では、よろしくお願いします。朝日新聞の北野から、代表挨拶、質問させていただきます。地域恵み順位戦、本局勝たれて、地域1区名の昇級、また、5段への昇段を決められた、高田明宏新5段にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、今日の本局から伺っていきたいと思います。前明かりで、予告を取るような、ね、序盤には珍しいような序盤に、見えました。序盤はいかがだったでしょうか。そうですね、私の用意してた作戦は角換わりだったんですけど、少し変則的な形の相掛かりになったので、手探りの状態で進めてたんですけど、先手相掛かりは個人的には少し得意かなと思っているので、そうですね、まずまずの線形選択ができたかなっていうふうに思いました。飛車銀香の2枚替えあたりはかなり局面も動いたあたりだと思うんですが、はい、あのあたりいかがでしょうか。そうですね、こちらの8八銀が壁銀になってたので、その銀を飛車と交換することができたので少し良くなったかなっていう印象でした。飛車をズバッと切って2四歩からの構想っていうのが、はい、決断の、はい、順なのかと思うんですが、あのあたりは。そうですね、本当は2三歩垂らすとこで3七桂と跳ねた方が、手としてはいいと思ってたんですけど、そうですね、自分の心情として将棋を楽しくやりたいというか、できれば勢いがある手があるときはその手を選ぶっていうふうにしてたので、そんなに生産があったわけではないんですけど、うまくいってよかったかなっていう感じですね。その後と金が活躍するような展開になりまして、はい、終盤優勢を築いていったと思うんですが、はい、具体的に優勢を、強く自覚したような局面はどのあたりなんでしょうか。そうですね、飛車を切って2四歩打って同金で2二とって引いた時に7五歩と突かれたんですけど、そこで7五歩じゃなくて3一歩だったらそんなに自信がなかったんですが、7五歩だと少しと金が活躍できるので良くなったかなっていうふうに思いました。終盤も、かなり危険なところもあったり、はい、ギリギリと言っていいのか、にも見えたんですが、はい、終盤の、勝ち切るまでのあたりはいかがでしょうか。そうですね、終盤こちらの6六金っていう手が結構味のいい手かなと思ったんですけど、最後の8五桂と跳ねられる手をちょっとうっかりしてたので、そうですね、それまではかなり勝ちになったかなと思ってやってて、読みのない手が飛んできたのはちょっと良くないかなと思ったので、ちょっとそこは反省点かなっていうふうに思ってます。6六金とかはもう絶対この一局を負けないっていうような、はい、そういう決意みたいなものを感じる一手だったんですが、はい、そういったやっぱり本局へのっていうところがあの辺りには込められたんでしょうか。そうですね、元は6六金上がらずに桂馬を取って6五桂と跳ねさせて金を上がろうと思ってたんですけど、より負けにくい順はやっぱり昇級がかかった一番なので指そうかなっていうふうに思って金を上がりました。本局の勝利により、C 級2組、初昇級、からの昇級を決められました。はい、3期目の C 級2組での、昇級となりました。はい、まず今この結果をどのように受け止めておられるでしょうか。そうですね、1期目と2期目が5勝と6勝だったんですけど、だんだん順位戦を数をこなすにつれて、6時間の持ち時間にも慣れてきて、他の棋戦でも長時間の対局だといい成績を収めることができてたので、まだやっぱりその順位戦3期振り返るとそこまで勝ってるっていう印象ではないので、うまく星を集めることができたかなっていうふうに思いました。本局は勝てば自力での昇級決まる一番でしたが、はい、2敗勢も多く、はい、
陣の若い棋士もいたので、はい、まあ、勝てば昇級負ければ苦しいかという2局だったと思います、はいはい、こういったシチュエーションなかなか今までもお上げなかったと思うんですが、はい、本局に向かうお気持ちはどのようなお気持ちで本局を迎えたという感じだったんでしょうか。そうですね、まあ、自分が奨励会の三段リーグにいた時に、まあ、最後上がった期も最後負けたら、まあ、ほとんど上がれない状態だったので、そうですね、まあでも、まあ、今回みたいなケースはかなり緊張はしたんですけど、まあ、三段リーグの時と比べて、まあ、一応もうプロになっているので、まあ、来季昇級できる可能性もあるので、まあ、そこまで、そうですね、意識はしずに自然に指すことができたかなというふうに思います。順位戦のみならず、はい、まあ、1年目、2年目、まあ、勝率6割ぐらいから今季は7割超える活躍をされて、はい、私の活躍されており、はい、まあ、各ランキングでも顔を出されています、はい、この辺りの飛躍、力伸びた実感、その辺り今季全体のご自身の結果についてはどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。そうですね、まあ、1年目、2年目は、まあ、その各棋戦でコンスタントに勝つというか、まあ、一つの棋戦で星を集めてっていうのを重視してたんですけど、まあ、そのおかげで、まあ、良かった棋戦もあるんですけど、まあ、やっぱり一局一局、そうですね、丁寧に指した方がこれからの棋力向上につながるかと思ったので、まあ、最近はそうですね、一局一局を丁寧に指すように心がけているのがいい方向に行ったのかなっていうふうに思います。岐阜県ご出身でデビューされて、はい、明確な、今回結果を残されてですね、はい、岐阜棋界もまた岐阜県のファンの皆様もですね、今日今喜んでらっしゃると思うんですが、はい、そういった、方々に向けてお言葉をいただけたらと思います、はい、そうですね、本当に岐阜の皆さんや、まあ、東海のその他にも三重とか愛知とかで応援してくださる方に、そうですね、今まであまりいい報告ができてなかったので、まあ、今回そうですね、まあ、順位戦昇級っていう明確にいい形で結果が出たので、まあ、これからも精進してより良い成績が出せるように頑張っていきたいなっていうふうに思います。棋士になってから初めての昇段ということも、今夜展示されました、はい、その、ステップアップに関してはどのようなご感想をお持ちでしょうか。そうですね、まあ、今期、まあ、少し調子が良かったっていうのもあって、まあ、勝ち星での昇段もあと多分 2,30 勝ぐらいだと思うんですけど、まあ、勝ち星で上がるよりもやっぱり順位戦の昇級で上がった方がより嬉しいので、まあ、いい結果を出せてよかったかなっていうふうに思います。プロ入りされた時からですね、まあ、藤井八冠と同い年ということで、また幼い頃から、まあ、縁といいますか、はい、といったところもあるところいう語られる方もたくさんしていたと思うんですけれども、はい、まあ、当然八冠というのはまだまだ、遠い上の方にいる存在かと思うんですが、はい、まあ、今一つ結果を出したお立場として、はい、今後どのように八冠を意識してこれから成長を期していくというお気持ちでしょうか。そうですね、まあ、藤井八冠と同い年っていうのはあるんですけど、まあ、正直、まあ、順位戦も藤井先生はすごい勢いで A 級まで行って名人まで取られたわけなんですけど、まあ、自分の場合 C2 から C1 に上がるのにも3期かかったので、まあ、藤井八冠を倒したいっていう気持ちはまだそこまでないんですけど、まあ、藤井八冠の将棋を見て、まあ、今のままだと本当に理解すらおぼつかないぐらいの状態なので、まあ、藤井八冠の将棋をしっかり理解して、まあ、それをそうですね、自分の力に変えて、まあ、今後戦っていけるようになるといいかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。最後に、来季は C 級1組での順位戦になります、はい、6月にはまず開幕します、はい、今季よりも当然レベルは上がるのかなと思うんですが、はい、C 級1組順位戦に向けての抱負をお聞かせください。
そうですね、まあ、C 級1組だともちろんこれまでよりも厳しい相手と戦うことになるんですけど、まあ、さらにそうですね、まあ、前期の伊藤七段とか、あとまあ少し前なんですけど藤井八冠も C1 は苦労されたので、そうですね、まあ、なかなかすぐに上がることはできないかなとは思うんですけど、まあ、精一杯頑張っていこうかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。おめでとうございます。久木さん、何かこれっていうものがあれば追加でいかがでしょうか。はい、商談承継おめでとうございます。はい、ありがとうございます。自分その名古屋で決めたことに対するご感想をお願いします。そうですね、そうですね、まあ、やはりその名古屋はかなり、まあ、研究会でいつもお世話になっていた場所なので、まあ、出身は岐阜なんですけど本当に第二の故郷みたいな感じの場所なので、まあ、そこで昇級を決めれたのはすごい嬉しいことかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。よろしいでしょうか。では中級2組順位戦で上級9勝1敗で昇級を決められた高田義郎新五段にお話を伺いました。来期も活躍を楽しみにしております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。